どうもクーニンです。本日はクーニンズのエース川上の今季初登板の様子をお伝えいたします。年々フォームが変わる川上、今年はそのフォームが固まりつつあります。川上のまっすぐはどんな感じで投げてるの？いい時はやっぱりこうまっすぐ、まあもちろん叩く叩かないとかそういう意識もあるんですけど、基本的にこっからトップから投げた時に腕が投げた感覚がなく、腕がここに来てる時、なんか風をスッと腕が切れた時はやっぱスピンが効いたボールが投げれる。そっちの方がいいんだ。はい。じゃあなんかバチンと押した感じとかないんや？ないですね。ケツから背中の上の部分にグッと力が入って若干止まれるぐらいの感じでいった時はやっぱなんかうまくいってるような僕の中で感覚です。だからイメージの中でこのマウンドの中でいかにこの投げ方に近い投げ方をできるかっていうところでたどり着いたのが、ここで一回こうリズムを作ってガッてケツを入れてスッとこう持っていく。1月の寒い時期の練習試合が初登板ですが、川上初回の初球いきなりまっすぐは143キロを記録。寒さ関係なし、1ヶ月半ノースローでもこのピッチング。2球目も142キロ。この日の川上はオールまっすぐ、まっすぐをブレなく制球して投げ切る。そんな中145キロのまっすぐ、しかしこれをレフト前ヒットに持っていかれる。今日のお相手はグレートライズさん、年間100試合以上戦う化け物集団です。さあノーアウトランナー1塁、140キロセーフティーバント、送りバント成功でワンアウトランナー2塁のチャンスを作られます。さあ得点圏でピンチを背負った川上ですが、ここでもまっすぐを続ける。サードゴロとなり、ケースケさばいてツーアウト三塁。今季から昨年ショートを守っていたケースケはサード、サードを守っていた村瀬はショートに入っております。そして迎えた4番バッター、まっすぐで差し込んでいく。この調子でいくかと思われた川上のワンストライクからの2球目、144キロのまっすぐ、真ん中低めのボールをなんとセンターに放り込まれます。ツーランホームランを浴びた川上。なおこの日の球場はセンターまで100メーターと狭い球場でしたが、それにしても完璧な当たりでした。なおこの日クーニーは大阪の取材に行っているため試合には帯同しておりませんが、映像を見てえぐって思いました。さあそして相変わらず140キロを超えるスピードボールを投げていく川上、しかしながら力感はありません。脱力しながらスイスイと投げる140キロ。さあそして追い込みました川上、ここから決め球の精度、コースを重要視してのまっすぐ、しっかりとアウトローに決まるか。ここはショートゴロ打ち取りましたが、やや甘いのか。制球力を求める川上のピッチングは続きます。今季川上が目指すのはビタビタ投球ということで、2回の投球、先頭バッター139キロ、139キロを捉えられ、これがエンタイトルツーベースヒットとなりました。再びノーアウトランナー2塁、得点圏にランナーを背負う川上。後続は見逃し三振に切って取りました。さあそして冒頭にもお伝えしましたが、この日はクーニンズ新守備陣形、ショートは村瀬、サードは圭介と昨年と逆の布陣となっております。その守備を試すがごとく、川上この回は130キロ後半のまっすぐあえて打たせます。3点目を取られましたがオーライ、バックに守備機会を与える。自身は制球力を試しつつ
バックには打たせて守る機会を与えます。さあ再びランナー二塁、135キロまっすぐ、ここはやや真ん中に入りましたがショートゴロ、村瀬ブランにさばきます。さあツーアウトランナー三塁、バッターは2番、141キロショート村瀬、うまくチャージしました。ショート村瀬がいい。さあ徐々にクーニーズの今年の形が見えてきた守備陣形、まだまだ川上は打たせていきます。先頭バッターピッチャーゴロ、これは川上触らずにチャージした村瀬さばきました。あえて取らず二遊間に守備機会を渡す川上、今季を見据えてのピッチャーゴロスルー。続くバッターはサードゴロ、さあケースケ一発で取って素晴らしい送球、この2人のポジションチェンジいい感じじゃないでしょうか。さあそして川上ツーアウトランナーなしからインコースのボール厳しくなりすぎました、デッドボールでランナーを出します。最後はセンターフライ、センター沖田掴んでスリーアウト。そして4回の投球、川上ワインドアップからのややクイックモーション、その140キロ打たれました、ツーベースヒット。グレートライズさん本当にバッティングがいいです。ノーアウトランナー二塁、この日は終始ランナーを置いての投球が続く川上、ここはキャッチャーフライ、ゴリポンチャージするもんどんまい、んどんまい、最後はセカンドゴロ、ワンアウトランナー三塁となります。さあ内野は前進バックホームの体勢、ここでサードゴロ、サードケースケ、ここは一発で投げられませんでした、ホーム送球ならず、さらに1点を追加されます。そして川上ワインドアップ、最後はショートフライ、村瀬さばいてチェンジということで、川上のまっすぐオンリーの投球でした。今年の彼のピッチングにも期待してください。クーニンズの新ショート新サードにも注目。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なしの仕掛けた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。